上海本科は、甲虫目に属する昆虫の一群である。見かけはやや、カミキリムシに似るが、甲虫としては全体に、柔らかな虫である。上海本科の昆虫は、細長い体に、糸状の長い触角を持ち、見かけでは、カミキリムシ科の昆虫に、あるいはむしろ、カミキリモドキ科の昆虫に似ている。しかし分類的にはそれらとは遠く、 ホタルカなどとともにホタル城下に属する。この群は、甲虫としては、非常に柔らかな体をしている。植生は肉食で、成虫、幼虫ともに、小型の昆虫などを捕食している。成虫は、草の上や花などに見られることが多く、幼虫は、地上性名前は、日本の普通種である、上下イボンアソマススーチャーラスの中から来ている。ただし、この名の意味、 由来については不明である。それ以外の種では、この名からボムを外し、上階という風に呼ぶ。英名は、ソルジャー・ビートルであるが、これは、イギリスの軍服に似た色彩の種にちなんでとのこと。小型から中型のカブトムシで、小さいものは3ミリメートル程度から20ミリメートルを超えるものまである。全体に細長く、腹背にやや扁平ながら、ほぼ円筒形のプロポーションである。 全体に柔らかく、特に前肢が柔らかい。頭部は前胸に比べて狭くなく、その点で頭部の幅が狭く、往々に前胸に隠れるホタルカやベニボタルカとは異なる。触角は糸状で細長いものが多い。大顎は鋭く噛む形で、上唇は薄くて認めがたい。前肢は、基部が特に幅広くなく、ほぼ同じ幅で伸びる。ただし、 一部の種では退化して短くなる。幼虫はやや腹肺に扁平な芋虫状、胸部に三体の短いふわを持つ。体表はビロード状で、頭部は幅広く、短い触角と頑丈な顎を持つ。胸部と腹部は、ッチンカが弱く、柔らかい。成虫は花や葉の上に見られ、小型の昆虫などを捕食する。特に一部の種は花によく見られ、花粉等も食べる。 幼虫は臨床など地表に生息し、やはり昆虫を捕食する。マクガバン P111 マクガバン P111 ありがとうございます。